ハロー、久しぶりね。元気にしてたええ、私は相変わらずよ。今はパリにいるわ。いいわよ、秋のパリは。ワインは美味しいし、街並みは紅葉で美しいし。え早く用件を言えって <laughs> 相変わらずせっかちさんね。もう慌てないの。今日電話したのはね、あなたから調査を依頼されていた件についてよ。そう。ついに見つけたわ。 黒猫のエースを1年前ラジオ界から電撃卒業して以来全然足取りがつかめなかったでしょ世界中探し回って本当に苦労したわ彼女沖縄の宜野湾市でアニマルカンパニーっていう秘密結社を新しく立ち上げて自分を社長と呼ばせているそうよい,いえカンパニーと言っても会社じゃなくて社長というのもコードネームみたいなものらしいわえ じゃあ一体なんだってほらエースって動物好きで有名でしょ動物との暮らしを遮訓にして動物好きな人もそうじゃない人もみんなチャンプルして語ろうぜっていう活動をするんですってあと動物エピソードだけじゃなくて動物愛護に関する情報も発信していくらしいわまあアニメや漫画お芝居のこととかエースの好きなことは今まで通り取り入れていくのは変わらないみたいよ でも情報はまだ少ないからもっと詳しく調査をする必要があるわね可愛らしい社名の裏には一体どんな謎が潜んでいるのかしらあ大変もうすぐ番組が始まるわまた新しい情報が入ったら連絡するからそれじゃあねこの物語はフィクションであり実際のアニマルカンパニーは秘密結社でもなく全然怪しいものではありません ということで、コンたいなアニマルカンパニー、今日も元気にいってみよう 火曜日21時この時間は川光へのアニマルカンパニーをお届けします。 FM コゾでは月曜日お昼1時からこの番組を再放送でお届けしています。ということで FM コゾの皆さんはこんにちはの時間帯ですね。FM 気ノワンの皆さんはこんばんはです。この番組は猫好きの私、川見彩がその輪を広げ猫以外の動物もめでながら動物好きとそうじゃない人を巻き込みつつお届けする番組です。というわけで今夜はですね、収録放送でございます。 さあさあ,さあえっとね収録放送ねテンションがよくわからないです <laughs> あそうそう冒頭にね、えっと、寸劇をまたお届けしたんですけどもあれ実はですねえっとアニカンネームサクサクさんが送ってきてくれたんですよあの寸劇 <laughs> えっとねサクサクさんからメール先週いただいたんです ササクサクの小劇場番組の冒頭の寸劇の台本を考えてみようということで、えー、っとなるべく短い文章量で収まるように書いてみましたタイトルは「Secret of My Heart」うん何故か英語でございます <laughs> どうでしたでしょうかちゃんとねあの電話の指出し音が鳴り相手に通じるシーンからとかトガキっていう書いてるんですけどちゃんと音も入れてみてよサクサクさん皆さんもどうでしたでしょうか冒頭のサクサクさんの衝撃事 <laughs> また送ってきてくれたらぜひ私読みたいです長くなければ <laughs> ありがとうございますサクサクさん今日は番組の冒頭でサクサクさんの寸劇 書いていただいたのをお届けしましたよさてさてこの番組は動物と暮らすをテーマにお届けします今日のテーマは名前ですえっとね動物と一緒に暮らしたことがあるよっていう方または今一緒に暮らしてるよって方 どんな名前を付けましたかっていうことと、そのことのエピソード、ぜひ送ってきてください。ということで、今夜収録なので、事前に皆さんからメッセージをいただいてます。ありがとうございます。後ほど紹介していきたいと思うのですが、先週も、えっ、ー、と、いただいたメールすべて余滅で申し訳なかったんです。なので、えっ、ー、と、今週少し、 先週のメールを先に紹介してから今週のメールって名前に行きたいなと思っております皆さんよろしくお願いします今夜は収録なので、ね、今メッセージいただいても、えっと、今夜の放送ではお読みできないんですけど一応メッセージねあのメールアドレス紹介したいなと思いますこの番組のメールアドレスはアニマルアットマーク FN キノワンドットコムですスペルは a m i m a l ア m キノワンドットコムぜひ皆さんまた来週とかね今日メッセージ送っていただいたら再来週とかにあ違う再来週じゃないなんで一周飛んだんだ <laughs> 今日ね送っていただいた恋を送っていただいたメールはまた来週とかにでもね読めるのでなんか送りたいなと思った方は今週でもぜひメッセージお待ちしておりますよよろしくお願いします。 アニニマルカンパニー、この番組は NPO 法人マンズパートナーの会の協力のもとお送りします。 カミちゃいのアニマルカンパニー。カミちゃいのアニマルカンパニー、今夜は FM ギノワンから収録放送でお届けしております。今日のメールテーマは名前です。皆さんが一緒に暮らしたことがある動物、また今暮らしている犬や猫とかね、あとなんか熱帯魚とか。 なんか熱帯魚で、ね、出てきちゃうのはねミキサー山内さんが熱帯魚飼ってるんだよっていう話されてたのがあるからなんかついつい熱帯魚もあげちゃうね私は全然詳しくないけどいつか山内さんスペシャルね <laughs> どうなんだろうねそれね熱帯魚スペシャルなんかね動物ごとにねそういうのもできたら楽しいなと思いますけども。 えー、今夜は名前です。皆さんどんな名前つけたっていうこととその子にえー、っとまつわるエピソードをぜひ送ってきてくださいということで事前にメッセージいただいてます。ありがとうございます。これ後ほど紹介します。一応メールアドレス皆さんに言っときます。一応メールアドレスはアニマルアットマーク FM ギノワンドットコムです。今夜は収録放送なのでもし 今夜来てたらえー、っと来週読みますよろしくお願いしますもう収録だとねテンションがよくわからないねこれねどうしようかな基本的にこの番組収録放送でお届けしたいなと思っているので収録も頑張っていきますなぜかみんなの前で意気込みを言いましたさ <laughs> あそんなこんなでえ今夜のアニマルカンパニー最初のコーナーはこちらです アアニカン応援部アニカカンン応応援援部部このコーナーは県内で動物愛護保護活動をしている団体さんを紹介し応援していきます。ということでこの番組第1回目からワンズパートナーの会の皆さんにご協力いただきいろいろお知らせしてまいりました。 毎週日曜日にねワンズパートナーの会の皆さんが譲渡会を行っておりますので、えっと、月初めに皆さんに譲渡会のお知らせまあ週ごとでもやっていくと思うんですけど結局毎回やるね <laughs> 譲渡会のお知らせ、えっと、していきたいなと思っていますそしてですねワンズパートナーの会以外の,あの活動している団体の皆さんのご紹介もそろそろできそうなので是非皆さん待っていてください。 今夜はワンズパートナーの会の皆さんのご紹介を引き続きしていきたいなと思っています。ワンズパートナーの会は沖縄県の犬猫の殺処分数を減らし動物たちの命を救うべく活動を続けている団体です。毎週日曜日ワンズパートナーの会ではワンズサポート上渡会を行っています。今月の上渡会は11月8日日曜日 11時から午後2時までペットボックス茶探店にて行われます。そして翌週11月15日日曜日は13時から午後15時半、午後1時から午後3時半まで動物愛護の集いイオン那覇天前広場にて行われます。そして11月22日日曜日は11時から14時でペットボックス茶探店にて 11月29日日曜日はえー、っとですね浦添のメイクマン本店にて、えー、っと11時から15時で行われますメイクマン浦添本店3階の駐車場内イベントスペースにて11月29日は譲渡会です今週は11月8日日曜日ペットボックス茶壇店にて11時から午後2時まで行います 新しい家族を待っている犬、猫に会いに行きませんかワンズさんでは気に入った子が見つかるとそのまま譲渡ではなくトライアル期間が設けられます一緒に暮らせるかしっかり確認した上で新しい家族として迎え入れていただきます犬と一緒に暮らすことを考えている方はぜひ一度譲渡会へお越しくださいよろしくお願いします ワンズパートナーの会では、現在、一時預かりメンバーを募集しています。ワンズパートナーの会には、シェルターといわれる保護施設がありません。保護した犬や猫は、会員及び一時預かりメンバーの家で預かることになります。現在、日々緊急レスキューの保護や預かり相談、依頼が寄せられていて、圧倒的に預かりメンバーが足りません。預かりメンバーの充実、イコール殺処分の減少につながると確信しています。 一時預かりに関心を持っていただいた方は、お手数ですが一度、譲渡会場にお越しいただき、預かりの条件などスタッフより詳細をお話しさせてもらえればと思っています。ぜひよろしくお願いします。そしてこの一時預かりメンバーでは、フードやペットシーツの費用をの負担をお願いしています。医療費はワンズパートナーの会が負担します。 この預かりメンバーのフードペットシーツなどの負担を少しでも減らせるように物資のご支援のご協力もお願いしています主に必要なものはドッグフードドライタイプ缶詰タイプなど決めておりませんが未開封のもの賞味期限が1ヶ月以上残っているものに限らせていただいていますそしてペットシートサイズメーカーの指定はございませんぜひね、 毎日使うものなので、えっと、ペットシートレギュラーサイズワイドサイズどちらもで,でも大丈夫なのでぜひご寄付をお願いしますえそしてペットゲージこちらは新品でなくても全然変わりませんが壊れていないものに限ります是非これもう使わないなーっていうものあれば、えっと、ペットゲージね えと鍵とか壊れてないかなっていうのをチェックしてから、えー、譲っていただけるとありがたいですぜひよろしくお願いしますまた譲渡会場に行けないよっていう方も多くいらっしゃると思うのでそういう方は、えー、郵送でご支援いただけますえー、っとワンズパートナーの会のホームページ「ご支援のお願い」のページより Amazon の欲しいものリストを掲載していますそちらの 商品の購入発送していただけますのでぜひご協力をお願いしますその他ボランティアスタッフも随時募集していますメールまたはホームページにあるお問い合わせホームからご覧くださいメールアドレスは info.ones.net at mark ですまたはワンズパートナーで検索してくださいよろしくお願いしますザワンズパートナーの譲渡会今週は11月8日にございます ぜひ皆さん足を運んでみてくださいあのですね私がね前行った時の譲渡会もねワンちゃんたくさんいたんですけど猫もいたんですよ個人でね保護したりとかしてる活動されてる方もいてそういった方たちがワンズさんの譲渡会の横で猫ちゃんの譲渡会も行ってます猫ちゃんはね なかなかね外にいるのきっと慣れないんだろうねゲージの中でちょっと緊張感を持ちながらみんなの譲渡会に来てくれたりペットボックスに来てる方通り過ぎる方を眺めて眺めてはないかなもう緊張しすぎて見えてないのかもしれないあの猫ちゃんたちは。 でも猫ちゃんもいるのでね、ぜひぜひえっとどうしようかな、一緒に暮らそうかなって考えている方はぜひ一度えっと上戸会の方に足を運んでいただければなと思います。その際に物資のご協力もえっと余裕があればぜひご協力いただけると助かります。よろしくお願いします。以上アニカン応援部のコーナーでした。川美財のアニマルカンパニー。 お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは11 11アイレディースクク。リニックアクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけで。 ミネラル水素水に大変身月額3980円で使い放題飲み放題フリーダイヤル0 1 2 0ロ8 1 0ロ4 3 2はいおいしい水アクアバンク沖縄まであおいしい 沖縄のララーーメメンンなら屋台赤道ラーメン中部で生まれて25年醤油に味噌に豚骨塩新食感の極太つけ麺自家製麺で歯応えしっかり餃子にチャーハンお得なタイムセールもバッチリ充実グループ県内8店舗どこでも美味しさ味わえますごちそうさまでした「アニカ」 カーミツアイのアニマルカンパニー今夜は収録放送でお届けしております今夜のメールテーマは名前です事前にですね皆さんにお知らせしてメッセージいただいていますありがとうございますもう皆さんねメール送ってきてくれるから本当ありがたいです先週もね実は全部読めなかったんですよねありがたいことに なので、えー、と今週は先週いただいたメールを先に紹介してそれから今週のメールテーマに行きたいなと思っています。先週のメールテーマは困ったた。ことと解決法でした何かね動物と一緒に暮らす上で困ったことそしてその解決方法あれば是非教えてくださいということで先週のお話でしたねこれが。 で読めなかったやつを紹介していきたいなと思いますまずはこの方こんばんはムーネー先生ですありがとうございます困ったことと解決法私の猫たちは時々トイレ以外のところでトイレをしますうん。そういう時は必ず叱ります猫たちも分かっているようで翌日はテンションが下がってます <laughs> 逆に犬お座りもお手もしない こればかりは年をということで先週ムーネー先生から頂きましたありがとうございますえー、っとねこの猫が時々トイレ以外のところでトイレするって本当に悩みますね治せない私 <laughs> 解決方法私持っていないんですよねぜひ皆さん教えてほしいですもし何かね 効果的なしつけ方法があったら、トイレ以外のとこでトイレするっていうことに関して、難しいんですよね、なかなか。多分ね、ストレスかもしれないんですけど、何かしらの。なんかね、あっちこっちにしっこしちゃう子がいて、ね、どうやって直そうかっていうのを考えておりますが。なんかね、 あのー、誰が言ってたかどこで聞いたかよく覚えてないんですけどあれなんだって動物とととかっててさ目をちゃんと見て話すとすごいいいらしいですよあのー、叱ったりする時も「なんかダメだよ」って言ってバッて言うんじゃなくてちゃんと顔をガッとつかまえて目を見てこういうことしちゃいけませんっていうのをちゃんと伝えると。 なんかすすごいい伝わるみたいです誰が言ったか分からないけれど <laughs> だからね私はねなんかあのー、叱ったりする時にまあ粗相しちゃってねとかっていう時にここでやっちゃダメなんだよとかなんかふとした時にかまれちゃったりする時に <laughs> これかんだら痛いよこれぐらいやったらみたいなことを言う時に顔をつかんで。 やっちゃダメだよっていうのを言ったりしますけどねえこのトイレ以外のところでトイレをしちゃうっていうのをねどうにかね解決したいですねどなたか解決方法効果的なものあれば教えてほしいです来週にでもよろしくお願いしますでワンちゃんはねお座りもお手もしないっていうワンちゃん私が飼ってたあのポメラニアンもそんな感じでした あ、一応ね、お手とかやってたような気がするけど、なんかね、あのー、バカだったからね。ポ <laughs> メダリアンのジャックです。バカなのが可愛いんだけど、まあ、歳とってるからね、ちょっとおじいちゃんかおばあちゃんかわからないけど、ムーネ先生。お座りもお手もしないけど、歳をとってるワンちゃんだったらもういいかもしれないね。もう、のんびり、 あのー、人生じゃなくて牽制万世を過ごさせてあげようって感じもするもんね猫もね、あのー、お座りとかお手とかしたらいいなってちょっと思うなんかコミュニケーション取れてる感じなんか楽しくないですかどうだろうなんかねワンちゃんとかさ 散歩したりとかするじゃない猫もねなんか前話したよね先週だっけ猫の散歩も行ったことあるんですよって言ってなんか一匹はすごいワイワイ動いてたけど一匹はもう膝の上から一切動かずみたいな感じでまあ一人一人にね違いますからねうーんそのしつけ方法も多分一匹一匹違うのかもしれないけど うーんトイレ以外のとこでトイレするわとりあえず誰か早めに教えてほしい <laughs> ぜひ来週でよろしくお願いします誰かさあ続いて愛ちゃんこんばんはアニカンネームエヴァじゃない方のシンジですありがとうございます先週メールいただいてます今日のテーマ動物と暮らす時に困ってしまったこと正確には私が現在 動物と暮らしていない原因の一つなんですが、周りに世話をしてくれる人がいない場合。あー、なるほどね。出かけるとき、皆さん、動物さんたちはどうしてるのということ。連れて行くことはなかなか難しいと思うので、お留守番をしているとき、 お留守番をしていると思うんですが数時間ならともかく23日留守をするときどうするのかな食べ物のこととか寂しくないのかなとかいろいろ考えてしまって結局いつもそこで動物と暮らすことを諦めてしまいますひょっっとしして当事者たたちはそんなななに寂しくなかかりするのかな <laughs> 家の外と中では全く違うでしょうが猫の気持ちは何でも知っている黒いヤン 黒にゃんこ先生こと愛ちゃんにゃんこ先生の黒バージョンってこと先生黒猫好きだからかな。黒にゃんこ先生。猫のことだけでもいいのでぜひ教えてくだされ。今日の写真は竹富島の自然を守る猫ちゃんと観光に貢献する猫ちゃん。本人たちにその自覚はないと思われますが。ということで、んじさんからいただきました。ありがとうございます。 あー写真が来ているよー癒されにゃん癒されにゃんって <laughs> 猫かわいいよねーあの砂浜にね砂ごと持ち出し禁止っていう謎の看板があってその下に管理人のような猫ちゃんがいます白黒の何だろう砂ごと持ち出し禁止って甲子園みたいなことなんか砂持って帰るみたいな それでだだよって言ってて言るんんすかねなんだろう砂持って帰る人ってなんだろうねほんと甲子園球児しか知らないな。持って帰るんだろうか。さて続いて続いて。えー、アニカンネーム。愛知県のユーミーさんです。ありがとうございます。愛、はい、ちゃんみなさん、はいたい。はいたい。我が家の犬の困りごとといえば、家の中で粗相をしなくなったこと。 家の中で粗相をしなくなったことトイレしたい時はわざわざ外へ連れ出さなくちゃいけない台風の時とか大変ですあお家の中でおトイレしなくなっちゃったってことなんですかね雨の日でも台風の日でも外に出ないといけないっていうのはあと私が出かける時にめっちゃ吠えてしばらくすると悲しそうな声を上げることうるさくて困っちゃいますねでもけなげですわではではと。 ありがとうございますユミさんユミさんのマンシは小太郎くんですよねなんかなトイレしたい時はわざわざ外へ連れ出さなくちゃいけないこれなかなかね大変ですよねでも散歩とか毎日行かなきゃですもんね家の中で粗相しなくなったのが困りごとなのかなと思いました <laughs> それは違うんだね <laughs> これねなんか違うね家の中でトイレしないようにトイレ以外のとこでトイレしないようにしたい人と家の中でトイレしなくなって困っちゃったっていうユーミーさんとなんかね違うんだねそれワンちゃんとネコちゃんの違いなのかな犬はねほんと小学生の時に近かかってないからねなかなか飼育方法が難しいですね さあ続いて「あいちゃんこんばんは」今週末舞台「一壁大気の本番ですねお結構大変だと思いますが頑張っていい舞台にしてくださいありがとうございます、えー、アニカネームチャンパーさんからいただきましたそうなんですよこちら普通歌ですねえっと終わりました「一壁大気第1回目初回公演10月30日金曜日でございました たくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます当日もですね舞台チケットないんですかって来てくれた方を返さないといけないっていうことがあったらしくて本当に申し訳なかったです次ね1月29日とまた2月にあるのでぜひぜひえー、っと見に来れなかった方はぜひ見に来てほしいですし見た方も、えー、っとまだちょっとストーリーの構成とか なんか長族変わってるのできっとあのより楽しめるんじゃないかなと思ってますぜひ一匹待機また1月29日と2月にもありますのでぜひ遊びに来てくださいよろしくお願いしますちゃんぱよさんありがとうございますさあ先週のメールはこれで全部紹介できましたね皆さんメッセージありがとうございます さて一旦お知らせを挟んで後半は今日のメールテーマ名前についておしゃべりしていきます。それでは一旦 CM じゃなくてお知らせです。 みちゃん個人から皆さんにご協力のお願いですこの番組の第1回目の放送からずっとお知らせさせてもらっているのですが浦添市在住の小永司さん涼子さんご夫妻の長女ノアちゃんが今心臓の病気と戦っていますノアちゃんが元気になるには心臓移植が必要ですこの心臓移植には3億2000万円という莫大な費用がかかります 10月の時点で1億を超えることができました皆さんご協力本当にありがとうございますでもまだまだ3億2000万円には届いていません引き続き皆さんのご協力ご支援お願いします FM 機能版にも募金箱設置しています そしてコンビニやスーパー、街中のお店でも募金箱をたくさんの場所に設置しているそうです。該当募金も行っています。該当募金など見かけた時、そして募金箱を見かけた時、少しでもいいのでぜひ引き続き皆さんのご支援、ご協力をお願いします。以上、川光愛個人から皆さんにご協力のお願いでした。 アニニマルカンパニー FM 技能ワンから今夜は収録放送でお届けしています今夜のテーマは名前です収録の時にね皆さんにお知らせして事前にメッセージ頂い,いておりますありがとうございますなんかね収録だとやっぱりテンションが不思議な感じですね <laughs> さあ早速今週のメール紹介していきますまずこちらアニカネームじゅんさんありがとうございます あいちゃんこんばんこばは11月になりましたね今夜のテーマは名前ですね子どもの頃長い間インコを飼ってましたへえ最初は近所の人から1羽頂きそこからいろいろなことが年末になるとインコが迷い込んできたり新聞屋の店に迷い込んだインコをうちのだと勘違いして店員さんが持ってきたりで数年で鳥かごが2個になり5羽になってました で、名前ですが、全部ピーちゃんでした。もうちょっと考えた名前にすればよかったなぁと、今になって思いますね。愛ちゃん、放送頑張ってください。ありがとうございます。すごいね。最初にインコを飼い始め、どんどん増え、最終的に5話になった。そしてみんな P ちゃん。<laughs> インコってね、なんか、鳥とかね、名前、 覚えてくれるよね、きっと。鳥、あ、なんかね、お母さんがね、怪我した鳥を捕まえた時に、うちに鳥いたことあるけど、基本的に猫がいるからね、鳥分かったことないんだけど、インコも、名前、ピーちゃんとか呼んだら、なんか反応くれるんですかね。でも、5はみんな一緒だったのみんな一斉に。え、私僕みたいな。俺みたいな。 誰みたいな感じになるよね。<laughs> どんな感じだったんだろう。インコとかね、あのオウムとかなんか飼ってみたいです、私。会話したいよね。あのオウム返しってやつを一回やってみたいです。「こんにちは」って言って。「あのー、こんにちは!」って返してくれるよね。<laughs> なんで今 ウいけど <laughs> あの道国際通りかさどっかになんか鳥いるよねもう今いないのかななんか話しかけたらちゃんと喋るよっていう鳥がお店の前にいて国際通りのある店のなんか「こんにちは」とか言いたかったけどちょっと人通りが多すぎて勇気が出ない私でしたその時は。 なんかね一回はそれちょっとオウムと会話してみたいオウムと会話っていうかさ動物と会話してみたいですよねあのなんかニャーとかワンとか言ってる鳴き声であお腹空いてるなとか外出たいんだなとか甘えてるなとか会話らしい感じで言ってること分かるんですよね犬とか猫とか分かってくるんですけどやっぱりさなんか 会話したいなって思うあの「ドクター・ドリトル」だっけあの映画のさお医者さんで「動物の声が聞こえるよ分かるよ」っていうあれぐらい聞こえるようになってみたい。会話してみたいっていうのは動物私に暮らしてる人みんな絶対かを思ってるよね。どううっっててるんだろうって なんかうちに不満はないのかしらとかさなんかこの名前は気に入ってくれてるのかなとかちょっと気になったりするよねうちのね子もあの野、ー、良っていうのがいるんですよ野良猫なんで野良だったかな確か保護した時にその子ううちで買おうっていう ことじゃなくてあのちゃんと里親探そうかって言ってで応まあノラの子だからノラにしておいてなんか呼び名が困るから名前ってことじゃなくてっていうことだった気がするでも結局、あのー、愛情がというか愛着が湧きてしまい家族全員に里親に出せずノラとしてうちで飼うことに 家猫なのにノ良っていうそんな名前にしちゃったりしたからなんかどうだったのかなノ良にとってはって思ったりするんですけどねどうなんだろう動物と会話してみたいなさて続いて。 アイちゃんこんばんは。アニカネーム、エヴァじゃない方のシンジです。ありがとうございます。舞台お疲れ様でした。1月も大成功となるようかけながら応援しています。ありがとうございます。名前について。現在動物を飼っていないので、番組のマスコットになりつつある夫アイ猫ちゃんの名前を考えてみた。おー。アイちゃんの設定を活かして。イタリア語のマーレ。えっと、海がイタリア語でマーレ。月。 イタリア語で「ルーナ」から取って「マルーナ」えなんかおしゃれもしくは沖縄っぽく「マール」なんてどうでしょうそれでは最後まで頑張ってくださいねあのおといネコちゃんねえっと先週と先々週かの2回ぐらい放送を連れて行ってるんですけど私が UFO キャッチャーで400円で取れたっていう猫のぬいぐるみなんですけど どどっっっちちだっけ今いないんだよそばにえっと片目めが水色で片目めが黄色でね水色の方は海の力を封印していてえっと黄色の方は月の力を封印しているっていう中二病猫のオットワイの猫中二病猫ちゃんって言って連れて行ってたんですけどそれをその設定を生かしてマルーナかわいいね でマールもいいけどうちねマール飼ってたんだよね昔思い出す毛並みがふわっとした灰色に近いマールかわいいんだよなもうふわふわなのもさ毛が短い猫もさかわいいんだよねーマルーナマルーナいいなーマルーナいいけどおしゃれすぎないこの番組に対して <laughs> どうかなマルーナあなんかちょっと気に入っておりますでもマーレとルーナ海と月イタリア語でそこからマルーナいいかもしれないマルーナにしておこうかな覚えられるかななんかおしゃれな名前は覚えにくい <laughs> でも覚えるよ、覚えるよ。マルーナ。とりあえず、あのー、暫定ネーム、マルーナ。うちのオットアイ猫ちゃんのぬいぐるみね。黒猫のオットアイの猫。マルーナにしておきます。んじさん、ありがとうございます。マルーナで浸透するんだろうか。えっとね、普通とも結構着てるんですよね。ちょっと混ぜながら混ぜながら。 紹介したいなと思います。えー、っと。あいさんこんばんは。内地に引っ越しして、早1ヶ月が経とうとしています。カジンホーです。ありがとうございます。もう1ヶ月経つんですね。カジンホーさんね。こちら、非常に寒い日が続きます。カジンホー凍えております。<laughs> 最近紅葉を見てきました。そしたら、アニマルがいた野生の猿ですおおしかもどうだ 駐車場、山の中、至る所に、最初、道路で横切る姿を見たときは、人が四つん這いで歩、渡ってるかと思いました。<laughs> ああ、びっくりした。<laughs> そんなわけないよね <laughs>。道路を横切っていたら、びっくりするね。人間だと、さらに。<laughs> 沖縄も少し寒いようですね。お体をお大事に。今日は一枚だけ写真を送りますね。 オーガジュフーさんから紅葉の写真ですね。はあ、いいねー沖縄紅葉らしい紅葉ないですからね。なんかもみじとかさ、一回はちょっと見たいな。って思うよね。うちなんちは。どうだう私だけどうなのかななんかね、いいよね。紅葉を見にさ。 そっかかかかお出出けけしていやーでも私出かけるかなー紅葉を見れる場所にいたとして寒いからお家から出たくないよねなんか写真送ってきてくれたのでカジンホウさんが満足です <laughs> でもすごいね野生のサルがいるんだねカジンホウさんのとこね沖縄もさ野生のマングースとかさあのー、なんだろうえー、とヤンバルクイナーとかもなんか見れたら 見れる時あるあよね北部とかに行くと野生の動物最近でも見てないのなんだろう野生の動物見てないってジャングルぐらいに行かないといけないのかな <laughs> あでもカジンホーちゃんのとこ野生の猿見れるんですもんね沖縄で見れるところに行けばいいのかな子供の国とかさ あのー、子供の時は本当に言ってましたけどね動物見にとか恋にあげにとかなんか猿山の話とかも番組でしてましたけど一時期猿じゃなくてヒージャーが猿山の下にいるだけだったっていう <laughs> あの謎の猿山今はお猿さんがねいるらしくってまだ見てないんですけどなんか見れたらいいな久しぶりに続いて えー、ラジオネームはにササエさんとのじゃんけんに勝利した飼い猫を見てこの子も成長したなぁとしみじみ感じているアイちゃんこんばんは <laughs> じゃんけんしてんだなうちの猫最近モンストを始めてみたけど最初のダウンロードが長すぎて挫折しました <laughs> 頑張れさて今日のめテーマについて我が家では飼っていたペットに名前を付けたことが一度もありませんえ というのも家族の誰もがペットに話しかけるという行為をやらないからですもし話しかけている姿を見られたら病気だと思われるでしょうそうなの一応当時飼っていた熱帯魚にグッピー一号とか二号とかいう名前を自分の中で一時的につけてたこともありましたが熱帯魚は見た目が似たようなやつばかりなので翌日にはどれがどれだかわからなくなり名前をつけるのをやめました アイちゃんは自分のペットに名前をつけてますかでは、今日の収録頑張ってくださいつけないってことありますかええー、話しかけるよねただいまとかさうち猫が多いですけど飼っているのはみんな名前つけてきましたよ、歴代うんで、話しかけるよね なんか、かわいいね、今日もね、エリちゃんはね、って言って、今、あの、一緒にいるの、エリカ様っていう、エリニゃンとか呼んでるんですけど、エリニゃンはかわいいね、ってすごい撫でたら、なんか、ふんって言って逃げたりするけど。<laughs> えー、なんか、お腹すいたのとか聞かないペットに。動物言うよね、なんか。なんか、お腹すいたの どうしたのって言ったら「ミャー」って言って「あ違うな」と思って「どうしたのまってほしいのか?」っつって「ミャー」って言ってまたちょっとなんか音の違う声を出したりとかさ「ミャー」「ミャー」っつって「するよ話しかけるよ」「ハニ太郎さんのお家はそういうのがなんかその行為はおかしい」っていう行為なんだねなんか全然お話できるよ さっき話したけどね会話できたらいいなーっていうあの域には言ってないけどななんかなんとなく言ってることこういうことだろうなみたいなのはあるけどねあと勝手に自分でアフレコみたいな当てレコしたりみたいなする <laughs> 今こういうこと言ってるんじゃないかみたいな <laughs> 結構ね楽しいよ猫と会話したり犬と会話したり動物とね会話したり。 そうなんだそうなんだ。ハニタロウさんみたいな方も結構いるのかな名前つ,つけたことないよっていう。ありがとうございますハニタロウさん。さて続いて。はいはいサクサクです。ああありがとうございますオープニングでは。あのー 寸劇を使わせていただきました <laughs> あいちゃんよ先週さ「猫旅より」をコーナーで紹介してるけどみんなに思いが届いてるかわからないサクサクのせいでコーナーもなんだか中途半端になっちゃってるしあたい悲しいもう泣いちゃうんだからって言ってたさねなんか半分ぐらい違う気がするけどうんうんその気持ちよくわかるよ 自分も番組にメールを送るとき、本当にこんな内容でいいのかな一体誰に向けて書いてるんだろうって悩むことはしょっちゅうだもの。だからさ、心配しないで大丈夫よ。シャイな人が多いことで有名な世界70億人の愛ちゃんファンの心にはきっと届いてるさー。だ、その70億人を代表して、デコトビリオンの感想を今日は送ろうや。え、どうせ長くなるんだからいいって失礼なって言って結構長いぞ。読んでみる。 動物を飼っている人なら一度は夢見るであろうこの子とお話しできたら楽しいだろうなっていう願いを実現したこの漫画は過酷な社会に競争社会に生きる私たちの心に癒しを与えてくれるものであるただの日常ゆるふわ逆漫画ではなく猫田さんは「猫は基本無表情」という特徴をしっかり抑えて。 読み手にとっては猫田さんの無表情から溢れ出る愛しさと切なさと心強さが猫田さんの心情をいろいろ想像させられるのが楽しいのだこれによって我々も亜美ちゃんと同じように猫田さんの飼い主ですね亜美ちゃんと同じように猫田さんのケラにどんどん惹かれていく効果を生み出すのである さらに言うと、猫本来が持つ習性なども逆目線で余すことなく描かれており、川光社長の言うように猫を飼っている人なら、ああ、わかるわかると共感できるようになっているのも憎い演出である。 このように「猫旅」よりは名作といえる要素をいくつも兼ね備えているのに毎日1話ずつ無料配信しているところが非常に驚きだこのビジネスモデルは研究課題としても興味深く TPP に代表されるようなこれからの世界経済にの主流にない下か略っていうのを短くすると読んじゃったじゃん短くしてくれてるんだね <laughs>、えっと、短くすると サクサクさんの猫田さんの感想ね。1、無料でしかも毎日配信なのがすごい。2、基本4コマだからサッと読めるし、ゆるふわな世界観が面白くてほのぼのする。3、猫あるあるが随所に書かれていて、ちょっと勉強にもなる。4、ジョニーくんの出る話が好き。<laughs> ね、あのー、猫田さんが住んでる町のボスのジョニーくんっていう猫ですよ。私も好き、ジョニーくん。5、 アミちゃかわいい。<laughs> っていうのが感想だよ。ほらね、僕だって頑張れば短く書けるんだよ。どうだいえ、へんそうそう。最近世間は猫ブームなんだそうで。ふっふっふ。やっと時代が俺に追いついたか。<laughs> って思ってるそこの川光愛ちゃん。やったね。それでは今月もよろしくどうぞ。ありがとうございます。えー、っと、なんか短くまとめていただいたんだか、結果長くなったんだか、よくわからないけれど。<laughs> ササクサクさんいいつもありがとうございます <laughs> やったよ、ね、猫旅よりが届いていたよなんかツイッターでもねシンジさんが読んだよって送ってきてくれててありがたやですよ今週はなんだかあのー、その今月のピックアップコーナーですよあのー、入りきらない予感です今収録時間的にああどうなんだろうかここで一旦 CM です お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは11 11アイレディースクク。リニックアクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけで。 ミネラル水素水に大変身月額3980円で使い放題飲み放題「フリーダイヤル0 1 2 0 − 8 1 0 − 4 3 2いおいしい水」「アクアバンク沖縄まで」あおいしい 沖縄のララーーメメンンなら屋台赤道ラーメン中部で生まれて25年醤油に味噌に豚骨塩新食感の極太つけ麺自家製麺で歯ごたえしっかり餃子にチャーハンお得なタイムセールもバッチリ充実グループ県内8店舗どこでも美味しさ味わえますごちそうさまでした屋台赤道ラーメン川光愛のアニマルカンパニー 川光イのアニマルカンパニー。FM ギノワンから収録放送です。そろそろ終わりなんですけれども、メッセージが残っているよ。ここまでいけるかなえっ、ー、と、60トライブネーム、ビンゴさん。あ、最後に持ってきてしまったビンゴさん。 杏里さん滝沢さん西堀、えー、森脇さんん文化の日ん文化の日杏里さん前日の舞台お疲れ様でしたその勢いで渋谷でバカ騒ぎしたりしてないですよねところで聞いたこと聞いたところによるとんなさんも 舞台を見に来ていたそうですね。あとカンナさんの番組にも出てたそうだけど重複出演になってたということで怒られませんでしたか出演収録する時はダブルブッキングするなんて誰も思ってませんからね重複出演もまた生放送ならではのハプニングといったところですなでも西平と山城は昼間の方に出てたのになんで杏ジさんは深夜の方に出すんだ <laughs> 山城ってさあれだよね <laughs>。 本名だよね <laughs> あのあの方のラジオでは深夜よりもデイタイム録音放送よりも生の方が注目されるのが一般的なんですよということは舞台のプロモーション的には杏里さんは隠したということになるじゃねえかよし朝が来たに出ようそうすれば以前のやつはプロフィールから消せますよあれ評判悪かったしでも朝の番組があるからなさて今日の議題ですが A さん かなの猫の名前の由来は色が黒いのでジャックと名付けられていたそうですよ A さん独特のネーミングセンスをお持ちですねここまでのお相手はセブンアイ・ホールディング鳥取支部社員一同でしたそれでは今日はここで一言この一言で締めましょう梶百りさんあれセブンイレブンじゃないと全く使えないわよ え何の話え何の話え何の話 ?3 回言っちゃった。うんビンゴさん今日のメール一番全部読んだけど危ない感じだった。<laughs> 結構な感じで危なかったです。<laughs> 大丈夫かな最後にこれで大丈夫かなえ今夜も皆さんメッセージたくさんいただきましてありがとうございました。 今夜収録だったんですけどもビンゴさんのさラジオは収録よりも生が注目されるんだよっていう言葉最後に来てしまったけど基本的にこの番組収録放送なんだよでもみんな是非収録多くなっても聞いてください来週は生放送でお届けできる予定ですなので来週はえー、っとまた放送前にね私の SNS とかでえー、っと情報を テーマとかね、お知らせするので、ぜひ皆さんメッセージいただければなと思います。メールいただいたの全部読めたかな今週の分。多分大丈夫だと思います。皆さんありがとうございます。あ、あとね、d j 大前さんがね、月間芸能情報あ、日刊芸能情報。毎日来てたんだけど、未だに毎日来てるよ。本当びっくり。ありがとう。d j 大前さん。なんかね、 最近の DJ 大イさんの近況と最初にねそしていつも5件とか4件とか7件とか芸能情報を送っていただけるんですなんかねまだね1通ずつ全部見え読めてないんですけどなかなか面白いですよ DJ 大イさんどっかにねなんか掲載したらいいのになんか分からないけどフェイスブックとかかな な,んかなかなか DJ お前さん視点でね芸能情報をまとめられていてなんか面白でしたなんか読める時にね一通でも紹介してみたいなと思うけどね何分ねサクサクさんに負けずと長いんだよね DJ お前さんの芸能情報 <laughs> でも読みましたよありがとうございますえっ、ー、とねさて来週は生放送になるんですけども えっとね、あれ何の話しようとしたっけ最後にこんなグダグダになるなんて一生懸命収録したのにえー、っとねあそうだそうだ、えー、っとワンズパートナーの解散にこの番組協力いただいてたんですけどもっと番組の途中でもちょこっとお知らせしたんです。 なのでねもっといろんな県内の動物愛護だったり保護活動の、えっと、情報状況を皆さんにお伝えしていって興味ある方はねなかなかあのお手伝いいけないなとかこの一歩踏み出せなかったっていう方もお手伝いに行けるようになんか情報をいろいろ、ね、皆さんにお知らせしたり 県内のそういう殺処分数とかさ動物の愛護とかどういう状況になっているのかっていうのもどんどんこの番組で、えっと、内容濃ぽくをお届けしていきたいなと思っていますなので引き続き皆さん番組の応援よろしくお願いしますということで川光愛のアリマイカンパニーにお相手は川光愛でした来週は生放送です皆さんまた来週聞いてね かみちゃんのアニマルカンパニーこの番組は NPO 法人ワンズパートナーの会の協力のもとお送りしましたそれではまた来週ですバイバーイ